い、ほら、ボンディア、トドバイン、お久しぶりですね。皆さんお元気でしょうか。ポルトガルはね、最近、まあ、だいぶ本当もう去年とちょっと違って真夏日みたいなのがね、2、3日前まで続いていて、ビーチもどこもかしこも観光だったり大盛り上がりしているような、状況です。やっぱポルトガルに行きたいな、移住したいなって、僕たちと同じような生活してみたいなと思われている方が結構、まあ、いらっしゃるんだなっていうふうに受けて、ただコメントをいろいろね拝見してるんですけど、全てに対して、まあ、お答えができないところ、まあ何て言うんでしょう、自分自身が弁護士だったりとかね、まあ何か専門的な知識があるっていうわけではないので、まあ、そういう関係で仕事をしてるわけでもありませんから具体的な話はできないんですけど、ただ、なんだろう、もう少しで3年になるんですけど、まあ、こっちで暮らした経験もそうですけど、こっちに来る前とかですよね、それをまあ何て言うんでしょう、こうしたらどうですかって話すって、結構あんまりやりたくないんですよ。まあ責任もありますし、まあ結局まあ自己責任っていう上でまあ成り立つとは思うんですけど、はい。ただね、自分が持ってる情報が、これからポルトガル行きたいなとか海外移住したいなと思ってる人の、まあ変な言い方ですけど未来をね切り開くヒントになる可能性があるなっていうふうに思うので、まあこういうことにしました。つまり、まあ、約4年前にポルトガルに行こうと妻と一緒に話をした、で決めましたよね。前動画で話したと思うんですけど、その自分たち、まあ、自分に対して今の自分だったらどうアドバイスするかというような内容で話をします。まあ、例えば、まあ、具体的な質問、例えば D7 のビザとかうんぬんとかいろいろコメントでいただいてたりするんですけど、まあ、具体的には言えないです。なぜかっていうと、ちゃんとその、まあ、そういうことを質問するしかるべき場所、まあ、弁護士なんですけどね、まあ、そういうものとかありますので、まあ、今日はちょっと画面用意したので、画面でちょっと長くなりますけど、うまくちょっと久しぶりなんでね喋れるかどうか分かんないですけど、トライしたいと思います。はい、まあ、参考になればいいなと思います。繰り返しますけど、あくまでも自己判断で、過去の自分に対してのアドバイスをしてるんだと思って聞いていただければと思います。では行ってみましょう。まあ簡単なんですけど、今画面に出てる通りですね、まあ移住前の自分にだったらこうアドバイスをしますっていうような感じでちょっと取りまとめてみました。はい。まあ結論から言うと、結局、まあこっちに来る前ももちろん重要ですけど、来てからも、まあどんどん生活していく上で欠かせないのは、まず、弁護士です。弁護士がちゃんと、担当の顧問の弁護士がいることで生活が成り立っているっていうのが我々の現状です。で、これからまあ弁護士、自分だったらどう探すよっていう話をするんですけど、まずですね、心構えなんです。まあ過去の自分にアドバイスするとっていうのを繰り返すと、まあ心構えは、まあなかなか難しいですけど、ね、日本にいたり、まあ日本からじゃない方もいらっしゃるみたいですね。イギリスとかいろいろあると思うんですけど、ポルトガルにはポルトガルの常識があります。なので、例えばメールを書いたらもう本当数時間とか1日2日で帰ってきて当たり前だろうとか、前の動画でねちょっと持ってきてよかったものを持ってこなくてよかったものとか話しましたけど、例えば宅急便とかのね日時指定がないとかね、まあいろいろあります。自分の中で培った常識っていうもの、まあそれを一旦置いておいて、ポルトガルにはポルトガルの、常識があるんだよなって、その新感覚も学んでいこうというふうな感覚、まずその心構えですね、それが大事だと思うので、心構えから、ちゃんとしていくと考えておくっていうところです。で、まあ結局さっきも結論で言いましたが、弁護士を探してコンタクトっていうところですね。はい。で、コンタクトするときには自分の要件を英語で取りまとめて、まあそもそも、こっちの弁護士で英語が伝わらない人なんていないですからね。まあはい。まあ、英語が無理だって言ったら、ちょっとそこは避けた方がいいと思います。はい。まあ、大使館近辺で一定の評価とホームページを持ってる弁護士へって書いてますけど、まあ、ちょっと画面出してみましょう。はい。これが地図ですね。今わかりますかね？これ、歌手会社。
僕たちが住んでる場所、リスボン、ね、ここは好きな方多いと思うんですけどね、もっとこう上の方に行くと、ポルトですかね。まあ、リスボンに住みたい、ポルトに住みたい、いろいろあると思うんですけど、今回リスボンで話をしたいと思います。まあ、貸し返しに我々住んでいるのは、まあ、海が綺麗とかね、気候とかもいいっていうのもあるんですけど、近いんですよ、ここ。ここら辺に大使館があるんですけど、まあ、車で30分くらいで高速使っていけるような感じです。はい、リスボンってこんな感じですよね。で、まず最初に、これも紹介しよっか。よく翻訳で使うんですけど、学校の先生も使ってます。ポルトガル語とね、英語でたまに表現するときに、ご存知の方多いと思うんですけど、ディープエル。はい。これでよく勉強のとき使ったりとか、まあいろいろね、英語のときもやってますけど、移民弁護士日本語入れてポルトガル語。ポルトガル語ではアドボガードでイミグレーさん、ラーさん。これは、なんか、あれなんですけど、学校の面白かったのが、話飛んじゃいますけど、アボカドってフルーツ、まあ、木の実ね、日本でよく食べますけど、あれと同じような発音ですね。アドボガードだから、アボカドみたいな感じで言うと弁護士みたいな感じです。まあいいや、それ置いといてね。で、自分だったらこうするっていうその話ですけど、まあ、Google マップに戻って、今のね、これを検索するわけです、こうやってね。と、これいろいろ出てきますよね。はい。まあ、今日はね、ここに絞って話をしたいと思うんですけど、まあ、なんだろう。まあ自分たちの顧問弁護士教えてよっていう人いるかもしれないですけど、それはちょっと弁護士との関係もあってできないのと、あと、正直お勧めできないんです。ただもう一回ね、申請を、まあ、その弁護士を通じてしてしまうと、他の弁護士に相談した時も、もう変えない方がいいと。まあ一本化絶対しといた方がいいというふうに言われてるので変えたりしないですし、まあお勧めはできないというところあるんですけど、で、日本大使館ってここら辺にあります。はい、ここら辺ね。で、ここら辺はなんかすごい、リベルダーデ大通りっていう、リベルダーデ大通り。まあ、なんて言うんだろう、高級ブランドが路面店がいっぱいあるところですね。まあ、カルティエとかなんとか、まあ、なんとか、はい、ヴィトンなど、それぞれあるんですけど、で、今赤くこの表示されてるところありますよね。これが、移民弁護士の事務所なんですけど、まあ、自分だったらっていうところが行きますけどね。まあ、ちなみにこの中に僕たちが依頼している弁護士は映ってます。はい。で、手続き上、いろいろと、ね、こう、日本大使館近いので、この辺に僕だったら絞り込みます。まあ、こことかね、76ぐらいで評価、まあ、ね、良さそうだなと思って、まあ、ホームページもあるなと思って、ホームページを見に行くという感じですね。はい。まあ、こういう方がされてるんですね。はい。で、自分だったらここに、まあ、なんだろう、これ、まあ、Chrome 使ってる方はね、見やすいと思うんですけど、大体ホームページは英語で切り替えの場合もあるんですけど、まあ、ポルトガル語でね、作られてるところとかもあると思うので、まあ、こういうふうに見ていって、まあ、インスタとかあればね、いろいろ見れますよね。はい。まあ、電話って書いてますけど、ここはないのかな？コンタクトってありますよね。まあ、電話しかないですね。まあ、ここはちょっと難しいか。で、戻って、どうなってるかな。さっきの Google マップ戻って、まあ、こんな感じで見ていくっていうところですかね。こういうふうにやって、ホームページ見て、はい。うん。ここは英語とかもやってて、まあ、コンタクト、まあ、メールありますね。ポルトガル、リスボン、オーストラリア、まあ、いや。はい。まあ、ここメールありますよね。まあ、ここに問い合わせてみます。自分だったら、今自分がやっている仕事はこういう状況で、ポルトガルにどれぐらい住みたいというふうに興味を持っているんですけれども、聞き方としてはですね、そういう対応とかをプロポーサル、まあ、提案していただけますかっていうような感じで問い合わせを自分だったらします。で、その時にやっぱり聞きたいのは、自分と同じような日本のね、日本人での、まあ、成功例というかね、実際にビザマンでね、行ってるケースってありますかとかね、そういうのを確認自分だったらします。例えばこういうところもそうですね。
大体、あれじゃないですかね、評価これぐらいあれば、まあまあいいかなと思って自分だったら問い合わせをします。で、3、4年前の自分の心境で思い出したら、思うとですね、本当にこれでね、問い合わせしてね、本当の弁護士なんだろうかとかいろいろ、まあ思ったりするとは思うんですけど、まあ、ネットで調べたらいろいろ今情報出てきますし、ホームページがあってどれぐらいやってるかとか、まあ対応見ればわかると思いますし、で、弁護士を絞り込むときに、例えば弁護士協会とかね、さっきの、なんでしょう、このディペルとかで、まあ弁護士協会とかいろいろ調べて、いろんなところで名前が出てたりとかね、すれば、まあ大体大丈夫なんじゃないかなって自分だったら思います。日本にいた時でね、こっちに来たことない時であれば、心配だったと思うんですけど、まあそんなに考えなくてもね、あれだよっていうふうに自分に対してだったら言いますと。ね、こうやっていろいろありますよね。まあここで3社、4社、5社ぐらいですかね、自分だったら問い合わせを、してみます。で、さっきその日本の常識の話をしましたけど、まあ普通であればね、1日、まあ長くても2日ぐらいには何か連絡をくれると思うかもしれないですし、そうですけど、自分だったら1週間は待ちます。はい。1週間を待つ。長ければ2週間かな。それで返事をもらって、やり取りをしていく感じですね。まあ、あとは直感的な感覚にはなってきますけど、まあ、こういうところ、なんでしょう。例えば、評価とか、この具体的な評価とかってありますよね。これを見て、うん。で、口コミとかね。で、移民系か。はい、まあこういうところとかいいなと思いますよね。まあ「対応ありがとう」って書いてたりして、オーナーからも返事があってたりするっていうのはね、まあ自分でメールで問い合わせて良心的なところを探していくっていうふうになっていくと思います。でコンタクトすると、でコンタクトして、まあ例えば3社でも5社でもいいと思うんですけど、まあ問い合わせはタダですからね。問い合わせをして来た時に、ただこっちからはもちろん、そういうお願いできる弁護士と出会いたいなっていう謙虚なね姿勢、日本人らしさでいいところと思うんですけど、ただ弁護士から見たら、まあ皆さん僕たちも含めて商品なわけですよね。そうですよね。実際その、我々がいることでその手続きをして報酬を得るわけですから、つまり何を言わんとしてるかというと、メールで必要な情報を送るだけで、あ、この人たちの登録は自分の実績からいけば、あ、全然できるなって思うのか、いや、ちょっと厳しいなって思うのかって多分はっきりすると思うんですよ。例えばですよ、日本人での実績があって、日本人との信頼もあったりとかして、まあ国とのね、関係とか手続きとかもいろいろしやすいなっていう感覚があれば、もうそれがやっぱり自分たちの費用になってくるわけですからね。売り上げになるわけです。わかりやすく言うと、弁護士の事務所ってのはそうですから、できるだけ手間がかからず、手続きがスムーズにいって、やり取りがしやすくて、ちゃんと自分の収益につながるっていうところが弁護士の理想なわけですからね。現実そうですよね。なので、あなたは弁護士の商品ですと、自分だったら過去の自分に言います。で、はい。ここがやっぱポイントなんですけど、例えば日本とかアメリカとか、日本はわかんないですね。ビザ取ったことないので、例えばアメリカとかなんとかってあると、この、例えば学生ビザ、学生、就労は就労とかでもうガチガチに決まってるじゃないですか。それに対して何が必要だとか、大学はどういうふうに卒業してないといけないとか、なんかいろいろ要件ありますけど、結局、ポルトガルのこれは良さではあると思うんですけどね。まあ、弁護士次第だっていうふうに、僕は感じてますし、過去の自分にだったらそうアドバイスします。つまり自分の情報を伝えると、例えば自分は D7 取りたいとかなんとかとかうんぬんではなくて、結局結論から言うと自分たちは、ポルトガルに移住したいわけですよね。その移住を実現する方法を弁護士は知ってるわけですから、その形態は何でもって言ったら良くないですけど、いろんな方法があるわけですよね。例えば、2+2=4っていう計算じゃないと絶対ダメだっていう場合もあれば、2+1+1+1=4でもなればいいとかですね。そういう意外とこう柔軟っていうふうに、いい言い方をすれば柔軟性です。はい。そういうのがあるので、まあビザや滞在許可証の取得方法は弁護士次第だと思うので、何か決めつける必要性はないと思います。
ちなみに弁護士は当然ですけど、ポルトガルの国家資格なわけですからね。その弁護士が、国と通じ、国、まあ政府とかですね、そういう機関、ビザ等々の必要な機関と、弁護士が代理でやり取りするわけですけど、そこから発行される正式な情報、例えば NIF であったりとか、まあいろいろありますけど、それってね、適当な人にはできるわけではないんですよ、一般の人にはね。ちゃんと弁護士として登録されてて、その弁護士の中でも、例えばその、まあ、政府であったりとかいろんな、ビザを発行する機関とかありますけど、そこのやっぱ人間関係のコネクションってすごいあると僕は感じてます。どの弁護士のところから情報を出す、どこから申請をするっていうところで変わってくるんだろうなっていうふうに思います。要は弁護士はコネクションを持ってるかどうかっていうところなんですよね。はい。ちなみに僕の弁護士に対してはこう言われました。今まで日本人は 100% ビザが取れてると。ね、はい。っていうことは向こうからすると商品ですよね、僕はね。はい。で、僕はそれで、お互い、まあ、ウィンウィンってことはあんま好きじゃないんですけど、そうなれるかなと思ってそこに依頼したわけです。で、金額は具体的には言えないってなってるんで、いや、公表しないんですけど、まあ自分だったらと思うので、参考までに聞いていただければいいと思うんですけど、金額はトータルで、まあ5000ユーロぐらいで絞り込むかなというふうに思います。もちろん成果報酬型ですね。最初にお金をくれっていうところは、どうかと思います。まあ順を追ってね、ステップに分けて、例えば最初にこれ絶対必要な NIF であったりとか、こういう情報とかをね、取るまではいくらですよ。で、移住してからは残りのいくら払ってもらいますよ。で、移住した時にビザの取得完了後に、全部支払ってもらいますよとか、そういう、納得がいくところがあればいいと思うんですけど、まあ3社ぐらいね、コンタクトして比較してみてたらいいと思います。で、前も動画で少し話したんですけれども、ある程度絞り込んだら、ズームだったりとかビデオ会議、こういうふうにね、まあ、動画ねみたいな感じでやり取りをします。で、いろいろ話をしたりして、まあそこで人柄だったりとかね、どういう対応されるかっていうふうには分かると思います。で、あとはもう決めたら楽観的にね、淡々と進めていくというところです。はい。で、ちょっと次いきますね。で、結局移住を決意してから現在に至るまでも至るまでの大まかな流れ、今まあ約3年2年半ですね経ってるんですけど、移住の準備をしと妻と話をして、移住しようと、ポルトガル行けそうだから行こうっていうふうに決めて、さっき言った弁護士も、それはもう我々紹介してもらってた弁護士なので、弁護士と英語でやり取りしたり、必要な情報、パスポート、いろいろありますよね、まあ、犯罪履歴証明云々いろいろありますけど、まあ、それを出しました。それで、移住に必要な手続きをしてもらって、認可が下りたっていう状況が整ったので、ここで日付を決めて、まあ、飛行機を取ったり、日本でいらないものを整理したりとかね、して移住をしてきました。で、移住をしてきたら、まあ、家をまず最初探さなきゃいけないと、移住の住居が決まってからいろんな手続きをしていくと、まあ、前動画で挙げたと思うんですけどね、まあ、ここが苦労しました。はい。とても苦労しました。はい。まあ大体1年半ぐらいですかね。で、今度いつか動画上げようと思うんですけど、今ここで住んでる家と最初に見つけた家って違うんですよ。まあ結論から言うと、最初に住んだ家は1年ちょっとぐらいだったんですけど、まあ、わかりやすい表現で言うと追い出されたみたいな感じです。これ今度具体的に話をしますね。で、今日はこの弁護士までの流れの話しますけど、まあ約1年半、だいたい基盤かかったなと思います。で、今の家が見つかって、まあその生活基盤構築期間もね、楽しめたりはしたんですけど、まあ何がわからなかったかって、まあ妻がいつもまあ頭を抱えてたっていうか、とても頑張ってくれたんですけど、どこで何が変えるかっていうことさえも我々は全然わからなかったわけです。例えば、引っ越した時にはポルトガルはいろんなケースがあるんですけど、僕たちが決めた家っていうのは家具なしで何もなかったです。つまりベッドを買わなきゃいけなかった。ただベッドを買おうとしたんですけど、ベッドってね、皆さんご存知なのかもしれないですけど、僕たちはもう今日買えば今日持って帰って、使えるから思ってたんですけどね、そんなことはなくて、まあ1ヶ月ぐらい待たなきゃいけなかったとかあったりしたんです。まあ、後から知ったのは、イケアに行けば、なんかマットレスがこう、くるくるってこう、丸まってるやつ、あれなんて言うんですかね、シュリンカーみたいなギュッとこう、圧縮されててバーンって広がれば寝れるやつがあるとかね、後から知ったりはしたんですけどね、まあそういう、
とにかくここ1年半で、まあ、いろんなことがありました。もう本当にいろんなことを経験させてもらいましたね。で、今は一通りその流れが分かっていて、まあ、日本にいた時と同じような暮らしをしているっていうところですね。まあ、土日は普通に休んで、普通にまあ仕事をして、っていうところです。はい。で、はっきり言いますけど、来るまでも大変です。覚悟がいります。やることいっぱいあります。はい。99回諦めて100回信じたっていう動画を上げたりしたんですけど、そういうことがあります。で、ここもそれなりに大変なこといっぱいあります。はい。前の動画でも言いましたけど、我々は日本から常識を持ってきました。ね。それの感覚、新しいものを学ぶっていうところですね。はい。そういうことは。なので、来るまでも大変です。来てからも大変です。はい。で、今、これはこれで大変なことがないかというと、いろんなことがあります。いろんなことがあります。ね、今度、これも、この動画の次で話をしようと思うんですけど、皆さん僕の顔ちょっと映ってないんですけど、まあ普段ね、そこら辺とか歌手会市とか歩いてると、僕たちが日本人って思われることってまあないんですよ。言わんとしてることわかりますかね。この最初の、半年期間、まあ最初の準備期間からこっちに来て、1、2ヶ月後にはもうコロナが流行ったわけですよね。はい。で、僕たちはコロナを、持ってくる人たちだっていうふうに最初見られたわけですよね。わかりますか？なんとなく。日本人として見られないわけですよね。で、この中でも、まあ、ただ、ポルトガル人はとても温厚な人たちが多いので、だからといって直接何かをされたりとかね、そういうことはなかったので、ああ、いい国を選んだなっていうふうに、今でも思ってます。はい。ただ、まあ、ここに書いてますけど、エンジョイと生活、人生、いろいろな繰り返しってありますけど、まあ、コロナはコロナでね、そろそろ、まあ、エンデミックっていう、まあ、一般的な、まあ、病気みたいな扱いになってきたんですけど、今度はね、ウクライナの一件で、まあ我々はロシア派だと思われやすいってことですよね。そういうこともあったりしますから、なんでしょう。いろんなことがありますよ。本当に。はい。ただ、いろんなことはあるんですけど、まあ気候は素晴らしい。なんでしょう。なんか昔から思い描いてたような海外移住ができてるなっていう満足感もありですね。そういうまあ精神論的なものも含めて、いろいろとこう、まだまだポルトガルっていうところから学んでいるなっていう状況です。まあ、その辺ね、あるので、まあ、治安が比較的いいっていうコメントあったりとか思ってると思うんですけど、治安良くないですからね。はい。気をつけてれば治安がいいっていうだけであって、気をつけてなければ治安がいいってことはまず言えないですね。はい。で、まず治安がいいと思って来てる人がもしいたとしたらもう格好のターゲットですよね。ここには、ポルトガルっていう国はですね、まあ宣言内ですからヨーロッパ各国からいろんな人たちが来るわけですよ。まあポルトガル人がいい人だと温厚だって言おうがいろんな人が入ってこれるわけですよね。そうだ、いろんなことがあります。なので、今度はですね、次回はその治安、それから、まあ、差別感情について話をしたいと思います。それ結構、ポルトガルに来る前に大事な心構えかなというふうに思うので、ただ、日本人って思われるとね、得することがあったりするので、僕はたまに日本人だよってあえて気づかせなきゃいけないなってシチュエーションではある行動をとって、日本人なんだなと思わせる、できるだけね、気づいてもらえるようにしたりはしますけど、まあそれは別の話をしましょう。はい。で、すいません。いろいろ話ごちゃになったりしてますけども、おまかな流れはこんな感じですよ。結局、こっちに暮らしててもいろんなことがある中で弁護士とのやり取りは必要なわけです。で、途中で言いましたけど、我々は今依頼してきた最初から頼んだ弁護士の点数をつけるとちょっと低いです。はい。でも、ちゃんとうまくなんとかなってます。で、なんとかしてくれるのがポルトガルだなというふうにも思ってます。一度、ポルトにね、いる優秀な弁護士がいると聞いたので、その人に問い合わせしたことがあるんですよ。なかなかうまく物事が進まないので、相談させてもらえないかっていうふうに言ったんですけど、その人にはっきり言われました。絶対弁護士は変えない方がいいというふうに言われました。それは、弁護士。僕たちが依頼してる弁護士と、その、まあ、政府とかね、そういうところのやっぱり人間関係とかコネクションとかあるわけですから、
ね、その時のものがあるわけですからね、それを、わざわざしない方がいいと。まあ、つまり、たくさん我慢をしたんですけど、ただ一般的な生活はできてるんですよ、全然ね。だから、いいとこを見ればいいです。やるべきことはやってくれてると。ただ自分たちが思うようなね、もっとこうしてよっていうところまでは、まあ、痒いところまでは手が届くっていうところは難しいなと思います。もう一回いきますね。これは過去の自分に対してのアドバイスだとします。これからポルトガルに行くときに、移住前の自分だったらこうアドバイスする。まず心構えは新常識感覚で日本で受けられるサービスは当たり前と思わないこと。そういうことです。で、弁護士を探してコンタクト、自分の要件を英語で取りまとめて、で、コピペでいいじゃないですか。数社ね、問い合わせをして、自分の要件を伝える、質問が来たらそれに返すっていう感じです。はい。で、退職できれば、どこでもいいと思います。ポルトに住みたいってそうではないと思うんですけど、僕だったら、大使館近辺ですね。さっき画面出ましたね。のように、大使館近辺で、まあ、ね、今、貸し返しで、向こう行くときはちょっと遊びでね、ついでに行けたりするので、犯罪履歴証明書を何回か取ってくれって言われたこともありますし、大使館に通わないといけないことがあったりしたので、僕だったらここら辺の近辺のところで評価が一定のね、評価を得られてるところを選びますというところです。で、弁護士を絞り込むフェーズに入ったら、まあ、基本的にはですね、我々は弁護士にとっては商品なわけですよね。その人たちの商品として良ければ、まあ、うまくね、手続きもしやすくてお金ももらいやすければ、それでよしというところです。で、自分はこれをこういうビザを取りたいんだ、こういう滞在許可証だっていう前に、結局弁護士によってその人それぞれの生活、仕事の状況とかによっての、取得の仕方は違うと思いますから、弁護士の方の判断に委ねるっていうところでいいんじゃないかなっていうふうに思います。あんまり言うと日本人はうるさいって思われますからね。ただ言うところは言わなきゃいけないっていうこの塩梅が大事です。で、金額はトータル5000、まあ、成果報酬型でそれぐらい以内で検討しますかね。まあ、理想としては3500かなというふうに思います。で、3社ぐらい、まあ、5社ぐらいでもいいでしょう。コンタクトして比較をします。さっきも言いましたけど、1日2日では返ってこないメールあります。1、2週間あります。僕だったら2週間を待ちます。2週間超えたらもう、そこにはっていう感じですかね。はい。で、3社くらいにコンタクトして比較して、ズーム等々で打ち合わせをすると。で、決めたらもう楽観的にやってみるしかないです。日本にいながら必要な情報を取得して、取れたら行けばいいわけですからね。はい。というところです。で、ちょっとまとめますけど、この時の僕にその常識の感覚とかいろいろね、さっきから話してますけど、これ日本人のいいところでもあり、まあちょっともうちょっと考えてもいいのかなっていうポイントでもあると思うのが、何かを始めること、例えばこの手続きでもそうですし、まあ事業を起こすでも何でもいい、何かこれをやるっていうところではいいと思うんですけど、粘り強く我慢してやっていくのが日本人だっていう考えもあるじゃないですかね。もう一度日本を離れてポルトガル行った以上はね、もう絶対ちゃんと、長く居住して帰ってくるんだって、この気持ちもいいと思うんですけど、逆にね、この時僕もそう思ってましたし、過去の自分に対して言うとしたら、別にいいじゃないと、失敗してもポルトガルにね、そんなに仕事があるわけでも何でもないですから、生活だっていろいろですよ。実際来てみないとわからないですよ。肌で感じてみないと、いや合わないなと、半年1年住んで、いや俺は全然合わなかったと、やめたと、今言ったこのやめたっていう感覚も大事です。ああオッケーオッケー、もう一回やめた、帰ろう、日本帰ろう、ダメだったら日本帰ればいいやっていう楽観的な感覚ってとても大事だと思いますよ。はい。まあそんなところです。今回は長々と喋りましたけど、なんかね、ご質問いただいても専門的な回答はできないですけど、自分だったらこうするっていうところなので、まあね、そういうのがヒントになったらいいなというふうに思います。さっきも話しましたが、次回はこっちに今度住んでからですよね。住んでからもいろいろありますから、その中での、まあ、差別感情的なところであったりとか、治安、実態の話、そういう話をしたいと思います。まあね、本当ポルトガルは来たら来たですごいいいところもいっぱいありますから、楽しいし、気候もいいし、食べ物もいいしね、いい人に出会えればもう最高ですからね。ちなみに僕たちは、日本にいた時よりは、まあいろんなね、新しいことを学んだり、楽しんだりすることが、できてるなっていうふうに思います。はい。以上です。はい。真剣に話してみました。はい、聞いてくれてありがとうございました。またお会いしましょう。チャオ。
ボンディア。